皆さんこんにちは。東京マルチカルチャルチャーチの牧師原田元道です。今日は8月の29日月曜日、タイトルは苦しめられるものを顧みる生きておられる神。聖書箇所は創世記の16章1節から16節となっております。創世記16章1節から16節。アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの地に住んでから10年後に、彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。彼は、ハガルのところに入り、彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を軽く見るようになった。サライはアブラムに言った。私に対するこの横暴な振る舞いは、あなたの上に降りかかればよいのです。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分が身ごもったのを知って、私を軽く見るようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。あなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。主の使いは、荒野にある泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけた。そして言った。サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来て、どこへ行くのか。すると彼女は言った。私の女主人サライの元から逃げているのです。主の使いは彼女に言った。あなたの女主人の元に帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。私はあなたの子孫を増し加える。それは数えきれないほど多くなる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもって男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住む。そこで彼女は自分に語りかけた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。彼女は私を見てくださる方の後ろ姿を見て、なおも私がここにいるとは、と言ったのである。それゆえ、その井戸はベールラハイロイと呼ばれた。それは、カデシュとベレデの間にある。ハガルは、アブラムに男の子を産んだ。アブラムは、ハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルが、アブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳であった。今月は創世記を初めからずっと読んできておりますけれども、この聖書の中には意外に人間臭いというのか、本当に人間のドロドロした部分がたくさん描かれていることに驚かれた方も多いのではないかと思います。まず最初に出てきたアダム、ムとエバは神様の言いつけに従うことができませんでした。ついで生まれたカインは怒りに駆られてその弟アベルを殺すという行いをしてしまいます。
また今出ているアブラムに関しても自分の命を守るためにある意味妻を犠牲にしようとするような場面も描かれております。この聖なる書物である聖書ですけれども、そこに登場する人物にとってはあまりふさわしくないような行動言動を見ることができます。ここで少し厄介なことは、この聖書という書物がそれぞれの登場人物の言動に対して逐一ですね、どれが正しくてどれが悪い、だからこれを見習ってこれを見習ってはならないというふうな説明が与えられていないということです。もちろんはっきりダメだと悪だと分かることもありますけれども、なかなかそう言い切れない事柄もたくさん記されております。そのためにですね、個人的にはなんですけれども、この聖書を読む時の注意点として、人々の言動に着目するよりもですね、神様が人々とどのように関わってくださっているのかに着目して、神様がどういうお方であるのかを学び取る、読み取るということが大事ではないかと思います。今日の聖書箇所においても、登場する人たち、さまざまな言動、また選択、決断をするわけなんですけれども、その良し悪しを評価するのではなくですね、神様が彼らとどのように関わってくださっているのかに着目しながら読んでみたいと思います。そのことを通して今一度、神様が本当に偉大で素晴らしいお方であるということを味わい知っていきたいと思います。まず16章の1節をお読みいたします。アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。この時アブラハムの妻サライは子供を産んでいなかったとあります。この時はっきりした年齢はわからないんですけれども、かなりの高齢であったと思われます。アブラムはもうちょっと後でいくとですね、このカナンの地に住んでから10年後にエジプト人ハガルを連れてきて、エジプト人のハガルを妻として受け入れたという箇所がありますので、その時にはアブラムは85歳であったと思われます。そしてまた妻のサライは10歳年下ですので、75歳という年齢ですが、いずれにしてもかなりの高齢のサライはまだ子供がいなかった。そしておそらくもうちょっと後の18章11節にはその月経ですね、生理も来なくなっているということも書かれておりますので、いずれにしてもこう生物学的に身体的に子供を宿すのは難しくなっているということがわかります。そのためにですね、サライは自分の女奴隷ハガルをアブラムに与えるという決断を下しました。これは現代の感覚化すると少し不思議なことですが、当時ですね、不妊である子供が産めない女性が自分の女奴隷を自分の主人に与えて子孫を残すというのは結構普通に行われていた慣習でありました。この後のアブラムだけではなくて、孫の世代ですがイサク、ヤコブときて、そのヤコブも奥さんが2人いて、その奥さんの女奴隷をまたそれぞれ召し抱えて、4人の女性から12人の男性ですね、12部族ができていくわけですけれども、でもそういった当時の慣習を神様は全面否定はしていないわけです。もちろん決して望ましいことではないかもしれませんが、もしかしてそれを用いてそのイスラエルの12部族が出て、その神様の計画が進められていったようにですね、神様は当時の慣習また文化を用いながらその自分の計画を進めていかれる方であるということがわかると思います。ここではしかしそのハガルですね、女奴隷と設けることによって、その無事に妊娠するわけなんですが、そこからさまざまな問題が生じていきます。そこである意味人間の罪深さを見ていくことができます。例えばですが4節を見ていくと、このハガルは妊娠したことをいいことにですね、自分の主人であったサライを見下すようになっていきます。そしてそのサライとハガルの関係が悪くなった状況に対して、うまくその仲を取り持つことができないアブラムの姿も描かれています。彼はある意味問題を丸投げにしてですね、サラの方に自分で何とかしなさいというふうに6節で言っております。そしてまたサライはサライでその女奴隷ハガルを愛しきることが
できない、まあ、自分を見下す相手ですので、まあ、それを愛するのはなかなか難しいことはありますけれども、まあ、しかしそこに人間の弱さ、まあ、罪深さというものが現れていると思います。ですのでここでの問題ですね、もちろん神様のタイミングを待てなかったのも一つの問題かもしれませんが、そこに人間的な解決を見出そうとしたことも間違いかもしれませんが、でもそれよりもですね、人々のそれぞれの罪深さが問題をさらにややこしくしているということが言えると思います。それぞれがそれぞれを愛することができていれば、このような問題は起きなかったというわけです。ので、まあ、決して問題は一概に神様のタイミングを待てなかったことにあるとは言い切れないと思います。着目したいのは、でもこのように罪にまみれているですね、本当にそれぞれがそれぞれをこう憎しみ合うような状況にある家族を神様が選ばれたという事実です。そしてまた神様はその罪深い家族の中にできた悲劇を見捨てておくことができない愛と憐れみに富んだお方であるということもわかります。実際神様がその家を出て行ったハガルを自分が探しに出かけてですね、そこで見つけて声をかける場面が記されています。9節をお読みいたします。主の使いは彼女に言ったハガルですが、あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさい。ここで神様の使い、主の使いは女奴隷ハガルに自分の女主人サライのもとに帰って身を低くしなさいというふうに言っております。そうすればですね、アブラムと神様との契約に基づいてその子孫も栄えるようになるというふうに約束をされます。でさらに11節で続けて主の使いはハガルに言っています。見よ、あなたは身ごもって男の子を産もうとしている、その子をイシュマエルと名付けなさい、主があなたの苦しみを聞き入れられたから。このイシュマエルという名前は、神は聞くという意味を持った言葉です。神様はその彼女の苦しみを聞き入れた、だからその子をイシュマエルと名付けなさいというふうに言っております。さらに13節では、彼女ハガルは自分に語りかけた主の名をあなたはエルロイと呼んだとあります。このエルロイという言葉は、私を見てくださる神という言葉となっておりますので、神様はエジプト人であり、また女奴隷であったハガルの苦しみを見て、またその叫びを聞かれたということがわかります。このアブラハムとは全く血縁関係なかった、ある意味赤の他人、エジプトという違う国の人、しかも女奴隷である女性を神様は顧みて、その苦しみをご覧になり、叫びを聞かれて救いをもたらしたということがわかります。しかもその彼女が苦しんでいたのは、ある意味自らの罪深さが招いた結果です。彼女がサライを見下すことがなければ、そのような苦しみに遭うこともなかったはず。ですが、その自分が招いた苦しみに対して、神様はその彼女を探し出し、また彼女の苦しみに寄り添い、彼女をまた元のところに導き戻そうとしていることがわかります。神様は本当にこの世のすべての人々の苦しみをご覧になり、またその叫びを聞いて救いをもたらすお方であることがわかります。今日の箇所では特に自らの罪深さによってで苦しみを受ける羽目になったハガルを探しに行かれる神様の姿が描かれております。神様は罪と悪に満ちたこの世で苦しむ私たちの苦しみをもご覧になり、またその叫びを聞かれるお方です。また苦しんでいる私たちのところに神様自らが来てくださるということも聖書は記しております。事実、神様ご自身が人の姿を取り、罪と悪に満ちたこの世に来てくださいました。そして私たちの罪をその身に背負い、十字架にかかり、死んで蘇ってくださったわけです。あなたが今苦しんでいること、また悩んでいることは何でしょうか。たとえこの世の人たちがあなたを
見放すようなことがあったとしても、神様は決してあなたを見放すようなお方ではありません。行き場を見失ってしまい、生きる意味、意欲さえも全て失ってしまう、そのような状況にあったとしても、神様はあなたを探して見つけ出してくださるお方、またそのあなたの苦しみに寄り添い、あなたを励まし、慰めてくださるお方です。その今の悩み、苦しみのただ中にあって、主にある希望、そして平安を見出すことができますようにお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆をたたえます。本当にこの世の中には苦しみがあり、また悩みがあります。そのような中にあって、あなたが私たちをまた探し求め、私たちをその苦しみ、悩みから救い出してくださることを感謝いたします。どうぞそのあなたの与えてくださる希望、また平安を胸に、あなたと共に日々歩むことができますようにお導きください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。